皆さんこんばんは、シャンクです。本日はここ、マリノフカへとやってまいりました。今回の戦車は、チェコのティア8、DVP コンセプトでございます。前回の投稿から少し時間が空いてしまいましたが、今回ほど、動画作成に気乗りしないのも初めてです。というのも、この車両、人なる飛行が2問ありまして、8.8 センチと 10.5 センチですが、どちらも私には使いこなせませんでした。この1週間というもの、ずっとこいつばかり乗っておりましたが、結局最後までどちらの方がいいのかわからずじまいでありました。また、ネタバレにはなりますが、エリート化まで、結局 M バッジを取ることができませんでした。最終レートで、1800ほどしか出せませんでしたが、体感的には1000いってないんじゃないか？って気にさせるほど、バッジのハードルが高いと感じました。さてさて、下手くそな私の言い訳もそこそこにしておきましょう。この動画で搭載しているのは、10.5 センチ砲でございます。拡散はほどほどですが、精度が悪いので、遠距離は絞り切っても当たらないこともままあります。え？それなのになんでここにいるかって？まあそこはヌーブな私ですから。被害を与えたぞ。お、ラッキーショットですね。ちゃんとダメージ入ってるといいのですが、もう一発かましときますか。ああ。弾道的に絶対当たってないやつですな。しかし、いつまでもここで駆逐ごっこしてるわけにもいかないわけですが、正直申しますと、このマップで西側に行くことがないので、どう動いていいかわかってません。抽選車に乗った時は、大抵中央か、丘上に行くことが多いです。とりあえずもう少し出て、南の支援でもしてみましょう。ST1 は絶対抜けないと思うので、3、4を狙ってみますか。まあそうなりますよね。突っ込んで支援したい気持ちもあるのですが、いかんせんあっさり溶けちゃう車両なだけに、ちょっと臆病になっております。ぬ、あの軽戦車は撃てるかな？く、ダメか。駆逐が顔を出しそうですね。よしよし、当たってくれてほっとしました。お、これはもう一発いけるかな。おお、素直に飛んでくれましたね。ラッキーだったかもしれません。次はこいつですね。ぬー、多分ダメでしょうね。しかし動画作成してる自分でさえも、なんでこいつ精度悪い方引っ下げて、こんなクソみたいにイモイモしてるん。って思ってしまうくらいヌーブっぷりを露呈してますね。ボコスカ抜かれる上に車体も大きく、隠蔽も悪いので、バッチボコにやられることも多く、少々臆病になっていたのかもしれませんね。さて、もうこんなとこにいても何の役にも立たないし、いい加減にしておきましょう。残りの敵の大体の位置もわかったし、一気に突っ切っていきましょうか。見られちゃいましたね。ひとまずあの風車の影に隠れましょう。よし、なんとか食らうことなく到達できました。さあご近所さんに引っ越しのご挨拶です。はじめまして。よしよし、好印象です。弾が入り次第行きますよ。
私チェコからやってまいりました。砲弾直撃。は？早くもお返しをいただいてしまいました。少々お高めの課金弾でご挨拶したのに。再度、はじめまして。畜生、ハス向かいの駆逐さんには障害物でご挨拶できませんでした。そうしてる間にだいぶ味方も詰めてくれてますね。ガンガン撃っていきましょう。お、ダメ元で撃ったのが当たりましたね。さあ弾込め急げー。ぬ、消えちゃったか。きっと当たってないんだろうな。次はちゃんとスポットしてからにしよう。さあどこだ。お、この辺かな。向きー。やっぱり正面からだと抜けませんね。どうしたもんかな。うほ、鉄鋼弾かな。自走さんイケメンですやん。いやー、ナイスプレイです。おっと、危ない危ない。まだ敵自走も健在ですし、建物に隠れなきゃ。お、このままチラッと出て撃てないかな。ダメでしたね。ぬ、T54 がこっち来てるな。反対側から出て撃てるか。あ、いやこっちか。いややっぱ反対か。く、結局見えないパティーニャンか。やっぱりこっちやったんやでこれ。あ、やば、こっち、いで、くっそお返しじゃい。いて、く、こっちから見えないか。くっそー、無意味にダメージもろてしもた。次はちゃんとスポット切れてからにしなきゃな。同じ方から出たらまた食らうかもしれないし、反対から覗いてみることにしますか。さあどうだ。ぬ、見えないけど、こっちも六感つかないな。いなくなったのかな。まあでも自走もいるし、一応下がっとくか。お、ナイススポット。なんとかここで自走を減らしておきたい。ブハ、今のは私のエイムが悪かったな。お、的がでかい方がいい。こっちを狙おう。よしよし。あー、なんか来てるー。ちょっと待って、まだリロードが。いやその、話せばわかるって、ぐっそ、くらえー。こんなことなら 8.8 センチ砲にするべきだった。お、味方ナイス。さあさあとどめを刺してやろう。ふう、危なかった。うほ、自走に狙われてる。隠れなきゃ。うげ、またなんか来た。とりあえず先手を取っておこう。く、遺体持ってかれたか。でももう敵もワンファンだし、焦る必要もないか。よし、弾が入る。確実に決めよう。よし、危なかった。ん？あ、もうこいつで最後だったのか。さてさて、こんな感じで戦闘終了となりました。結果は1バッジをいただくことができました。やはり、この車両を使いこなす腕が、私にはありませんでした。よだめは3000ほど。しかしこの車両、チェコ割引が終わったら、クレジットに変わっていることでしょう。今回も、最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。